損されたエンジンが搭載されました。エンジンは飛行中、高い熱を発生するため、常に冷やし続ける必要があります。エンジンを冷却する方法には、主に空気で冷やす空冷式と、水などの液体で冷やす液冷式があります。空冷エンジンは作りが単純なため軽量で、製品を整備もしやすいという長所がある一方、胴体の直径が大きくなり、空気抵抗が増加するという欠点があります。それに対して液冷エンジンは、機体の形を流線形に近づけることができるため、空気抵抗を減らし、より早く飛行することができます。ヒエンの美しいフォルムは液冷エンジンから生まれたのです。横川撮るか好きやね俺も好きやけどこれはコナンゼロ戦とか見に行ってる？そうですね。三菱のゼロ戦知ってる？名古屋工場にあるんやけど、シューズと一緒に置いてある。それは触れるし乗れるし、見学者下手すら一人一人やからやりたい。めっちゃ痛い、あそこのゼロ戦は。うん、ゼロ戦平日しか無理やからね、あそこは。だからやる予約制やし、ね、全然入るか。真正面の綺麗な絵撮れますわ。僕が一番。